Facebook にしても、YouTube にしても、Twitter にしても、LINE にしても、全部海外に行くんです。全部情報抜けるでしょ。全部情報抜けるでしょ。国民の、ね、消費行動とか全部チェックできるじゃないですか。もうビッグデータ取られまくりですよ。ビッグデータ取られまくりですよ。で、買い物アマゾンでしょ。全部わかってるんですよ。秘密のやり取りもできないですよね。あとスパイ防止法とかもないですよね。だから外国人がやってきて、日本の、ね、情報なんていくらでも抜けます。日本の、ね、情報なんていくらでも抜けます。参政党事務局長で参議院議員の宗平です。よろしくお願いします。稲村さんが最初挨拶されるかなと思ったんですけど、はい、今日は稲村さんの応援に来たので、はい、ぜひ燕市の方にもですね、稲村さんを応援してもらいたいなと思って、今日は稲村さんの応援のために参政党の話をしようと思っています。なぜかというと、稲村さんを応援するということはですね、参政党を応援することイコールなんです。稲村さんは参政党の活動をこの燕市新潟県で作ってくださるので、こういった地方議員の方がいらっしゃらないと参政党が広がらないんですね。ので、参政党を深く知ってもらうことが、そして参政党の地方議員がやってもらうことをですね、きちっと知ってもらうことが稲村さんの応援につながるんだと思うので、僕は今日参政党が一体どういう党なのか、何ができるのかということをお話したいと思います。今日は会社にあたってですね、青年会議所の方のお力をたくさん借りたということを聞いております。で、何よりも僕も青年会議所の OB でして、10年間やってました。30から40まで。青年会議所というのは知らない方もいらっしゃるかもしれませんけども、全国に700ぐらいですね、ロムという地域の青年会議所があって、で、県単位でまたその集まりがあってですね、あと全国にも日本青年会議所というのがある、そういった会議体なんですね。で、会そのものはもうグローバルなので、国際的にアメリカにも青年会議所ありますし、香港とか、そういった世界数十カ国にあるんですね、団体が。そういった、国際的なですね、研修交流団体ですね。で、お互いを高め合ったりとか、人間関係を作ったりということを目標にやってるんですけど、それなりにお金がかかります。参政党は月1000円ですから、年間つまり1000円以上。 JC 入ると JC ごとに違うんですけど、高いところは20万ぐらい年間の会費。私たちの論文では14万ぐらいでしたかね。ので、結構お金が高いんですね。なので、経営者とか、実業家の方がやっぱり多いんですね。たまに公務員の方も入ってございますけど、そういう団体です。JC を買えばね、参政党の投票は安いもんですね。はい。で、前回は僕も10年やっててよかったなというふうに思うのは、やっぱり全国に仲間ができたということですね。最近もですね、ちょっとあんまり言うと特定されちゃうみたいなんですけど、候補者が見つからないエリアがあってですね。で、僕も日本青年会議所にも出向してましたし、あと、青年会議所も OB だということで、いろんなところで呼んでいただいて講演をしてたんですね。そういったつながりがある、青年会議所の方に連絡して、やっぱり、実業家の方が多いから、その地域の、顔なんですね。顔というか、いろいろ方知ってらっしゃるので、その方に推薦していただいて、候補者見つかったというようなこともありましたね。はい、ので、稲村さんも地元で青年会議所に入っていらっしゃるというふうに聞いてます。もしですね、今日も、そういったのがあるのかという方がいらっしゃったら、燕市の方でしたら、稲村さんに、終わってから話しかけていただいて、そういう、そういう研修団体があるんだったら入りたいということを言ってもらうといいんじゃないかと思います。普段月1で例会っていうのがあって、で、そこで講師を目指して勉強すると。そこは参政党に似てますね。はい。参政党も月1回、2ヶ月1回勉強会してくださいって言ってます。それから県連単位での研修があったりとか、それから、日本青年会議所っていうところに行くとですね、本当に、おられた国会議員とか、はい、そんな実業家を呼んで、またより大きな研修を開くということができます。しかも、やるのは自分たちで運営するんですね。講師決めて、会場を決めて、ね、で予算、決められた予算の中で、運営していくということをやっていく団体ですので、まさにですね、やってることは参政党とかなり近いと思います。いわば青年会議所をですね、政党にしたのが参政党みたいな感じですね。はい。それはそうですよね。やってる僕は10年も青年会議所やってきたわけですから、そこで培ったノウハウっていうのは参政党に多分に来てますので、はい、参政党にも入ってもらいたいんですけど、あとそういった、地域の、経営者との集まりにもですね、参加したいという方がいらっしゃったら、そこで含めてもですね、稲村さんに話をしてもらえばいいかなというふうに思っています。はい、ちょっと青年会議所の話が長くなりましたけども、改めまして今日初めて、今日党員の方ってどれくらいいらっしゃるんですか？ありがとうございます。じゃあ、半分以上は党員じゃないですよね。はい、神谷総平と言います。神主みたいな名前ですけど、神主ではありませんし、芸名でもありません。はい、この間も国会行った時に、隣の席のですね、水戸橋博士に、神谷さんは芸名ですかというふうに聞かれたんですね。でも、いや、違いますと。ね、心の中で、いや、それはあなたが芸名しようと思ったんですけど、
なんでそのこと聞かれたのかなと思ってパッと予防を見たらですね、次の場所合わせの隣はガーシーさんだったんですね。だから国会議事、今参議院の一番議長の目の前の席は神谷水道橋博士ガーシーと、そういう並びになっておりますので、国会中継があるときにはですね、見ておいていただくと、はい、国会中前に座っております。でも僕の名前は有名ではないと、ね、で、今結婚して石川県に住んでますけども、そうです、だから僕北陸に住んでるんですよ。さん生まれも北陸、住んでるのも北陸ですので、はい、北陸ではね、ぜひ参政と広げたいと思ってますが、今、妻と子供2人、最近撮った写真ですので、4歳と0歳、ね、長男と長女と2人おります。僕は29の時から政治に入ってまして、で、35の時ですね、ちょうど10年前です。自民党から一度衆議院の選挙に出たことがあります。が、維新に負けました。で、そのまま残ってればですね、もう一回自民党で移行できたんですけど、まあ、自民党の中でもですね、いろんな条件つけられるので、まあ、僕はそれが嫌で自民党を離党して、でもそれで、政治辞めようというふうに思ってたんですけど、自分の会社でいろいろね、機械株式会社、YouTube の発信をしたり、セミナーをやったり、研修をやったりして、皆さんにこの話題にも危ないですよというようなことを啓発はしてたんです。なぜならずっとそう思ってるから。そしたらですね、そこで、まあ、なんていうかな、まさに意識改革された方々に、いや、お前そんなこと分かってて、ね、こんなこと言ってんだったら、言ってるだけじゃなくて、実際に行動しろよと。で政治のこと分かってんだから、政治やってくれよというふうに言われたのが2017年から18年にかけてでしたね。でも僕はずっと、まあ、拒んでました。あんまり政治にかかりたくないでしょ、本音を言うと。いや、分かりますよ。分かります。政治の世界汚いし、いろいろ嫌なことがある。ね、人の嫌なとこ見えちゃうし。分かるんです。けどもですよ。大事なんですよね。だから僕はそれも知ってるから、嫌だ嫌だと言いながらも、でも誰かがやらないといけない。で、僕は確かにいろいろ発信もしてきたし、分かってることもあるから、じゃあダメ元でもう一回やってみると。じゃあ何がダメ元かっていうと、もう一回政治をやるんだったら、自分たちで政党を作るしかないと思ったんですよ。なぜか。自民党入ったことあるでしょ、僕。自民党ダメだと思ってるわけですよ。維新の会も入ってはないんだけど、作る過程を知ってるので、そしてどういう人たちが中枢でやってるかも知ってて、で僕の一緒にね、過去にやってた時代、今大阪で市長とか議員とかいっぱいやってますよ。彼らがどのぐらいのレベルかでどういう何を考えてるかも大体わかります。ダメなんです。怒られるよね。まあ、3000言ってるからもういいでしょ。ダメなんです。だから、保守系の政党ってでも、ね、まあ今、国民民主党が少しね、そういうのありますけど、まあないでしょ。だからもう、僕らみたいにですね、日本を守るとか、愛国者を集めてやろうと思うと、自民党が維新くらいしか受け皿がないとみんな思うんですよ。でも、その2つがダメだったら、行くとこないでしょ。応援するとこないでしょ。だから、自分たちで作りました。そして、2年間頑張って活動してですね、この夏に皆さんのおかげもあって、議席が取れたということですね。まあ、最後の方はね、勢いに乗ってて調子に乗ってたので、ね、調子に乗ってた言い方悪いですね。勢いに乗ってたので、3議席欲しいと。本気で思ってました。でも、ただ力足らずで1議席。1議席だと本当に辛いんですよ。まず参議院で1議席だと、いろんな委員会に出れません。1個だけです、僕出れるの。財政金融委員会っていうね。2人いたら4つぐらい出れるんですよ、特別委員会とか含めて。ね、で、会派だから交渉権もあるんですよ。1人は会派と見なされません。ので、全然発言ができないですね。質問時間すらないですよ、ほとんど。ので、まあ、後で説明しますけど、僕らができるのは質問主意書っていうのを書いて、政府にですね、見解を問うということぐらいしかできないんですね。だから、争点は非常に、ね、せっかくあれだけ皆さんに応援してもらったのに、あともう十数万票だったんですよ。あと1割4分に取ってたら、多めに取ってたら、もう1人、武田邦子参議院議員が誕生したんですね。ね、残念そうな顔してくださってありがとうございます。武田先生の国会での姿を見てみたいですけど、僕もね。が、まあ、今一人でスタートしています、ということです。で、あともう一つ余計なことかもしれません。言っとくと、なんで石川に移住したかっていうと、2年前ですね。ずっと24年、大阪で大学院の大阪ですね。で、その後、議員もずっと大阪で、ずっと吹田ってところにいたんですけども、やっぱり議員で僕が訴えたのは、教育を変えたいということでした。今日も教育の話します。教育を変えるために、自分で学校を作ろうと思ったんですね。なぜかというと、今の日本の教育がダメだからです。僕結構そういう考えなんですね。もうパターンわかるでしょ。
政治がダメだ、政党がダメだと思うから政党を作っちゃうわけですよ。学校がダメだと思ったら、ね、学校作るんですね。で、自分で僕、会社に入って働くってことができないので、ね、あの就職できないのが分かったら自分で会社を作るという、そうやって生きてきました。そういう人間なんですね。で、まあ、教育が何がダメかっていう話はあったりしますけど、まあ、石川で今、自然栽培の農業、まあ、僕はほとんど帰れないんで、仲間に全部やってもらってるんですけど、農業をやりながら、認可外保育園とか、フリースクールとか、そういったものを、やってます。やってると言っても、これも正確に言うと、僕は企画してお願いしただけで、やってるのは元他の人たちがみんなやってるんですね。でもそれでも僕が関わってるだけで、地元の議会とかですね、地元の新聞では叩かれてるんですよ。なんで政治家がそんなことやるんだとか。まあ僕今は議員ですけど、これなんで民間人ですからね。別に民間人がやるいいじゃないかと思うんですけど、まあ今散々叩かれましたよ。はい、今も叩かれてるのかもしれないですけど。まあでも、別にやましいことはないので、これからも、まあ、会社も経営していくし、それから政党の運営もします。それから、プロジェクト、教育の活動もやっていこうと思います。まあそういったことをやってる人間だという前提でお話を聞いてください。で、今日のお話しするテーマですけど、参政党ってまずどんな党ですか、どんな政策ですか、で、参政党の政策を地方議会に落とし込むと何ができるんですか、ね、で、あと稲村さんが当選したら何が変わるか、これ皆さん気になりますよね。普通、議員が一人当選したって何も変わりません。が、参政党の議員が当選するとちょっと変わるんです。その何が変わるかをお話したいと思います。それからあとは参政党の目指すところで、で、そのために何をしないといけないかっていうようなことをお話したいと思います。今日はね、時間がちょっと短くてお尻が早いので、早いというか時間が短いので、ちょっと駆け足でいきますね。でまず参政党はどんな党かっていうと、今日街頭活動でも話しましたが、世の中の嘘とか矛盾に気づくということです。気づいてもらうですね、皆さんに。それが一番です。今日ね、学生部に来た方もいらっしゃるので、学生の方もいらっしゃると思いますけど、学校では大事なことあんま教えてくれません。はい。で、テスト勉強とかね、学校の勉強もやるなとは言いませんが、あれだけやってても、世の中のことも、社会のこともよくわかりません。特に国際情勢なんて全くわかりません、ね。やっぱり、我々世界の中で生きてるん で、グローバル化、グローバル化とか言うでしょ、グローバリズムとか。だから世界のうねりの中で我々生活してます。ね。今、日本の経済とかガッタガタじゃないですか。超円安じゃないですか。これからはもっと円安になると思います、もう少し。ね。それ大きく影響してるんですよ、ね、で海外で流行ったウイルスがどんどん入ってきてみたいなことになってるでしょ。だから大きな世界の流れを見ないとこれからの日本のことなんて何にも分かりません、ね、もう散々言ってますけど外国なんかほとんどみんな収束してるんですよ、ね、日本だけがっていうと大げさですけど日本とかタイとかタイじゃないな、シンガポールとか台湾とかその辺ぐらいですね。今、って騒いでるのは。あとみんな収束、ね。昨日も出てましたね。もうレベル1ですって。世界の警戒レベルレベル1。ほぼ収束、ね。そんなこと、全然日本でちゃんと報道しないですよね。トップニュースだと思いますけどね。世界のレベルがね、1になりました。もうやめないじゃないですか。でもやめない。ね、マスクすら外さない。別にマスクするなって言いませんよ。風邪の人もいらっしゃるし、花粉症の人もいらっしゃるし。ね、僕らも最近顔がね結構売れたというかですね顔を刺すからですね電車の時にマスクしてるわけですよ顔隠すためにマスク電車の中でサインしてとかやるとちょっと恥ずかしいし困るじゃないですかかといって無限にねいやちょっと今とか言えないから頼まれればね応じることもまあまああるのでちょっとそれ困るからそういう時はマスクしてるんですね僕ねマスクしなくても怒られるじゃないですか皆さんもねマスクしてくださいって言われるでしょマスクしてても怒られますからねなんでお前マスクしてんのって言うんですね。ひどい話ですよ。どっちでも取れるって言うんですね。まあどうでもいいんですけど、要は何が言いたいかっていうと、世界の流れをちゃんと皆さんに知ってもらいたい。それから、なんでこんなことで騒いでるのか、ね、普通に、ね、病気が流行ってるっていうことだけじゃないんですよ。政治的な思惑とか利権があるわけですよ。100%。これは陰謀論でも何でもないです。ちゃんと数字で出てたら分かるし、まあ、仮に今ね、全部証拠は出せなくても、5年後見てください、振り返って、2022年、この20年から22年のね、この騒ぎを、5年後に振り返ってみてください。必ずちゃんとね、とんでもないことやってたなと、いうのが分かると思いますよ。ね、僕は予言者じゃないし、そんなね、特殊な力もないですけど、
普通に考えたら大体わかります。過去にもこんなことあったじゃないですか。薬害エイズとかね、イラク戦争とかね、テレビとか政府が言ってることと、ね、実は実際全然違いましたということがあるんだけど、たくさん。日本人はそういうことちゃんと見ないですね。そして誘導されてますよね、メディアとか政府の発表に。でもそれだったら自分で考えられないでしょ。自分で考えられない人がどうやって選挙で投票するんですか。空気ですか。ポスターでかっこいい、かわいいで入れるんですか。それともなんかブームですかね、今テレビで流行ってるからとか。それで投票してたってみんなの生活良くならないです。だから参政党が一番やりたいことは、我々がね、与党になるとか、たくさん国会議員を増やすとか、それもね、一つは考えてますよ、もちろんプロセスとして。でもそんなのはゴールではない。参政党はどういう政党か、国民、特に日本国民が、ね、しっかりと世界の流れに気づいて、あれ政府のやってることとかメディアの言ってることおかしいんじゃないかと、もっと自分たちで考えて、地域の政治、それから子どもたちの教育、目の前の経済活動、消費活動、そういったことをみんなで変えていきませんかっていう政党です。それを目指しています。そういう政党なんだっていうことを今日絶対に忘れずに書いてください。そしてそうやって気づいてもらったら、みんなで仲間を作るということですね。なぜ仲間を作らないといけないか。気づいてる人が少ないので、気づいて発表すると、自分の意見を言うと仲間外れにされるからです。陰謀論者とかカルトだとか、変な宗教に入ったんじゃないかとか、洗脳されちゃったんじゃないかとか言われちゃうんですよ。ね、今苦笑いしてる人たちは言われたことあるんですね。ね、あの僕は皆さんの顔見えてますから、ね、いや僕はもうしょっちゅう言われてますよ。毎日毎日言われてますよ。はい、もう、ま、っていうかもう20年くらい言われてるんで、もう慣れました。はい、ので何言われても別に僕は腹立ちません。ので。あれなんですけど、でも分かるんですよ、その辛さが。ずっと言われてきたからね。けど今はこうやって170万人以上の方々に、ね、信頼して一票入れていただいて、国政政党まで作ったわけですから、ね、仲間いるでしょ。そうすると勇気持って言えるんですよ。全体としては数は少ないけど、パーセンテージはね、国民の 2-3% ですけど、けれどそういう人いっぱいいるんです。そういう人たちが集まる場所を作れば、みんなで正しいと思うこと言えるじゃないですか。時に間違うこともあるでしょう。僕だって間違えますよ、たまに。で、皆さん間違えることあると思う。けど、間違えるからといって何も言わなかったらですね、言いなりじゃないですか。間違えてもいいんですよ、時には。ね、意図的に嘘つくのはダメだけど、これが正しいと思って間違えたっていいじゃないですか。大事なことは自分の頭で考えて、自分が正しいと思うことを勇気を持って発言するということです。海外では当たり前のことです。それを日本人はなかなかやらないし、やれないんですね。それを変えていきたい。そういうふうに思って、仲間作りが大事だと思っています。そして気づいて仲間ができたら、次はみんなで行動するということですね。で、基本的に、党に何かをやってくださいという政党ではありません。よく選挙中も言われました。一票入れたら何々やってくれるのか聞かれました。僕の答えはいつも決まってます。やりませんです。やるのはあなたですよ。皆さんがやるためのプラットフォームだったり、きっかけは作ります。でも、やるのはあなたもやるんです。神谷さんやってください。吉野さんやってください。って言うんだったら何も変わらないじゃないですか。今まで通りでしょ。そうやってきた結果が今のこの日本なんだから、お願いします。じゃあやってくださいとかね、言うんじゃないんですよ。みんなで一緒にやるんです。そういった、できることあるじゃないですか。政治家としてのこういった政治活動は僕じゃないとできないかもしれない。議員じゃないとできないかもしれないけれど、勉強会一緒に企画するのは皆さんできますよ。一緒に街頭に立って意見言うことはできますよ。一緒にね、選挙でポスティングとか手伝うこともできますよ。ポスター貼るんだっていいし。できることいっぱいあるんです。それをやらないで、ああしてくれ、こうしてくれって言ってきたお任せ民主主義の結果が今ですから。だからそれを我々やめようねっていう政党です。ちょっとでもいいから、ね、公務員の方なんか選挙活動できないですからね。思ってあった政治活動もできないから、できることを一緒にやりましょう。というふうに言ってる政党なんだということも理解してください。そして、我々にばっかいません。もう選挙期間中もね、終わったらなくなるかなと思ったけど、いまだにしつこいところいますね。我々に何がいるかな。自民党いませんね。公明党もいません。総合、一緒か。あと、東北のカープとかもいません。統一教会もいませんよ。
あら、あと何ですか、最近だったら、ネットワークビジネス、なんかアムウェイだとか言ってる人いましたけどね。なんか何かとネットワーク業界とかアムウェイとか叩かれるじゃないですか、メディアで。そうすると、賛成との裏にはそいつらがいるんだって、すぐなんですね。なんか、ねえ。だから叩かれたら出てくるでしょうね。なんか他の、ね、ネットワークビジネスなんだ。例えばニュースキンだったら、ニュースキンが叩かれたら、賛成との裏にはニュースキンがいるとかですね。総会で叩かれたら、賛成との裏には総会会がいるんだとか言うんでしょうね。まあ、ネガティブキャンペーンですよ。印象操作です。はい。嘘です。そんなのは僕の経歴調べてもらえば全部出てきますから、はい。どうぞ調べてください。はい。もちろん、すべてのいろんな宗教の方とか、ネットワークビジネスやってる方、友達いますよ。はい。中にはそのアムウェイやってて僕の応援してくれる人もいるでしょう。統一教会の人もいるかもしれない。でもそれは友達や支援者としているだけであって、党がそれをやってるなんてことは一切ありませんので、もしね、その辺に疑念を持たれている方はですね、はい。今日を限りに払拭していただいて結構です。で、また、一回信じたのに、また、なんか変なの見てとか、もうそういうね、なんかこう、ね、女子高生みたいな揺れる思いやめてもらいたいですね。もう、一回確認したらね、それで一回信じてもらっていいですか。毎回ね、信じてたのにとか言って、なんか変なのが出るたびに、僕にメール来る人いるんですよ。女子高生かと思うんですけどね。ね、別に付き合ってるわけでもないんですけど、そういう方もいらっしゃいますけど、やってませんから、はい。で、もし何かの団体と組むんだったら、組みますってちゃんと言いますので、その時はね、どっかの宗教団体の応援を受けます、どっかの労働組合の応援を受けますってちゃんと言います、僕らは。はい。で、そういうのを機種鮮明にしないから、なんかよく分かんないんでしょ。だから、稲村さんなんか偉いっていう話をさっき街頭でしたんですよ。なぜなら、地方の議員って、みんな無所属で出たがるんです、基本的に。その方がね、無色透明でいろんな人の支持が得られるからって言うんですよ。でもずるくないですか？本当は自民党の推薦とかもらってて、自民党員なのに無所属とか、本当は組合の応援もらってて、立憲民主系とか民主系なのに無所属とか。だから分かんないじゃないですか。その人のバックに何がいるか。そうでしょ？稲村さんはバックに賛成党員がいますってはっきり言ってんだから。賛成党5人ってはっきり言ってんだから。正直でオープンでしょ？ね。他にもね、議員さんいるんですよ、賛成党員って。でも選挙だけはちょっと無所属で出してくださいとか言うんですよね。まあね、選挙通るためだから、まあ、方便も、まあしょうがないかなと思う時もありますけど、僕は堂々と賛成党だと言って選挙に通ってきてほしいわけですよ。僕ら別に何のね、反社の団体も付き合ってない、宗教団体とのつながりもない、変な利権団体もない、何にもないんですから、党員が集まってみんなでやってて、選挙に出るっていうことはその党員の応援をもらうわけでしょ。じゃあちゃんと賛成党って旗でやってくださいよというふうに言ってるかなり先生堂々とした党です。はい、そのことも声を大きくしていきたいと思いますね。そういう党なんだということです。で、賛成党にはいろんな参加法がありまして、まずもうお金をいただかない無料のサポーター、週1回メールを送ってます。週に3回ぐらい音声メルマガを送るメルマガ党員、ね、ちょっと賛成党どんなことを勉強してるのか知りたいという人たちのための制度ですね。で、これはまず情報を取ってもらったね。です。で、ある程度、賛成党員なとか信用できるなと思ったら、一般党員というようになってください。こっから上が党員です。で、一般党員は月1000円をいただいてますね。その代わり、365日毎日メールを送りますし、日曜日以外は毎日音声メールマガで勉強してもらいます。10分間の音声が届きます、朝。いろんなテーマでね、教育とか、国防とか、経済とか、教育。最近は仏教のこと。今度はキリスト教のこともちょっとやりますね。とにかく大事なんですよ。世の中のことを勉強するのは。勉強ってね、学生がするもんだと日本人思うとは勘違いしてしまいますけど、勉強は死ぬまでやるんです。だから、やっぱり学び続けないとダメなんですね。でも忙しいから、毎日2時間も3時間も勉強できないでしょ。ましてや政治のことなんてあんま見てらんないじゃないですか。新聞読むのがせいぜいでしょ。でも新聞だけじゃ分かんないことがあるし、ね、誘導されちゃうんで、違った視点から音声で勉強してください。ということです。新聞より楽ですよ。聞くだけだから。炊事洗濯しながら聞けます。洗濯物をしながら10分聞いてください。ご飯作りながらでもいいし、会社通勤途中に車の中で聞いてもらっても結構です。で、僕もよく電車の中で聞いてます。男性とメールマガをね。そういった形で1日10分ずつでもいいから勉強してもらう。で、いいなと思ったら、ぜひ新潟なら新潟支部に入ってください。ここだったら中越だから中越支部ってのがあるんです。
で、こうやってみんなで、まあ、選挙も今やってますけど、選挙はもうね、数年に1回ですよ。まあ、年に何回かあるかもしれないけど、こうやってやればね。普段は何してるかって言ったら、勉強会。最近も武田先生呼んだんでしたっけ？新潟はね。はい。武田先生呼ぶとか、まあ僕のこれもちょっとした勉強会ですけど、いろんな先生、参政党に協力してくださってて、今20数名、派遣できる講師がいます。だから教育のことでも、農業のことでも、経済のことでもですね、教育の、教育委員か、国防のことでも、何でもこれ学びたいっていうのがあれば、支部で勉強会を企画してください。そしたら皆さんが東京とか大阪に行かなくても、講師が来ますから、新潟に。いいでしょ？自分たちの勉強したい講師。20人いたら1人ずつ呼んでも、毎月呼んでも2年以上変わりますよ。2年間毎月いろんな先生の話聞いたら、それは勉強になりますよ。そういうことをやってもらうのが支部の活動です。で、勉強が進んできて、これはちょっと俺も訴えたいぞと思った人は、マイク持って間違えてください。そしたら皆さんの方が訴えられますから。でも、あんまりギャーギャー騒いだりとかですね、あんまり過度なね、俺は陰謀論じゃねえかみたいな、陰謀論ってことは好きじゃないけど、明らかにちょっとそれオカルトだよみたいなことを言うのはやめてくださいっていう縛りがありますけど、それ以外は皆さんの心象でやってもらって結構。で、もう一般じゃ嫌だと。もう私はもっと党のことを運営したいんだと。党を作りたいんだという人はですね、運営党員というのになっていただいて、政策作ったり、支部の運営をしたり、それから最近は党のスタッフも募集してますので、ぜひそこに入っていただいて、党の運営も手伝ってください。今、参政党のスタッフ20名ぐらいですけどね。もともとは5人でやってたんですよ、選挙終わるまでは。正規のスタッフ5人。いや、5人で10万人の党員どうまとめたっていう、かなりですね、過酷なことをやらせてまして、まあみんなひいひいだったので、選挙終わってからですね、ちょっと増やしましたけど、まだ足りません。ので、あと2年ぐらいでですね、50人ぐらいまで党のスタッフ増やしたいと思います。2年もね、国会議員何人いるか分かりませんけど、ひょっとしたら僕1人かもしれません。最悪。国会議員1人にスタッフ50人いるってね、すごいチームですよね。でも、我々は何のためにスタッフをそうやって揃えていくかというと、10万人の党員の思いの受け皿になるためです。それにはやっぱり党のことよく分かってもらわないといけないし、運営サイドに立ってやってもらわないと、雇ってくださいじゃダメなんですよ。もちろんお金払いますよ、スタッフだから。雇ってくださいじゃなくて、私はこういうふうに党を作っていくべきだと思うと。その中で、私はこういう才能があるから、こういうところで力を発揮したいという人をスタッフに求めています。今もちょうど募集、今日までしてたんですかね。はい。ので、またそういう道もありますので、ぜひ運営党にもなってもらえたら嬉しいです。でもまあ、運営党員は党費も月4000円ぐらいかかって高いので、これはもう本当にガチでやりたい人のために用意しているので、まあ、普通の方は一般党員で一緒に勉強してもらえばいいなというふうに思っています。まあ、そんな参政党の政策ですけど、まあ、政策10の柱っていうのがあります。国づくり10の柱っていうのがあって、それをこれから1個ずつ政策に落としていくんですけど、党員がやってます。党員で、さっき言った運営党員の人たちがまず集まって選抜で200名ぐらい終わったんですけど、それを50名ぐらいに絞って、その中でまた勉強会をして、で、政策作りの基本を学んでいただいてですね、そこから畑台を作り、そしてそれを党員の皆さんに投げて、これでいいかねっていうのをみんなで各地域で、支部で議論しながら進めていくという、かなり面倒くさいことをやっています。でも、なんでこんなことをするかってお分かりですかね。皆さんに考えてもらうためですよ。皆さんに自分たちで作った政策なんだっていう、当事者意識を持ってもらいたいからです。他の政党は勝手に国会議員とか決めるでしょ。で、これやってほしい人1票入れてくださいっていう形でしょ。みんな1票入れたらそれで終わりでしょ。違うんです。参政党は作るところからみんなでやって。で、これをやってくれる国会議員を求めますなんですよ。逆なんですよ。国会議員が先にいて、これやりますから1票入れてじゃなくて、自分たちで作って、これをやってくれる人を我々は選挙で応援して国会議員や地方議員にしますよ。っていう、ボトムアップの仕組みにしようと思ってるんです。だから党員が強いんですね。議員は党員の声を聞いてなかったら公認がもらえません。だからお父さんが国会議員で引退したから息子がとかありえません、参政党では。そんなの認められません。その個人が優秀じゃなければ。で、党員が認めないからです。どうでしょう、お父さん国会議員は関係ねえと。息子ボンクラじゃねえかと。でもそういうの日本でママありませんか、ね、なんであなた国会議員やってんの、いや、おじいちゃんも誰かやってるんですみたいな言うでしょ。それじゃあダメなんですね。ということで、政策を、作ってるんだけれども、選挙の時にね、やっぱり政策全くなしというわけでいかなかったので、3つの重点政策っていうのを作っていました。それが、教育、
が食と健康環境で国の守りの3つですね。今日はちょっとね、さっきも言いましたけど時間があまりないので駆け足でいくと、日本の教育の問題は明治以降国民を管理していることですね。今の学校行ったらね、さ管理されるでしょ。公立学校行ったら管理されませんか。時間も管理されて、学ぶことも管理されて、ね、マスクつけろとか、アクリル板じゃないとダメだとかですね。で、それ嫌だって言ったら、ね、じゃあ来なくていいよと。で、フリースクール行きますってなって、フリースクール探していったら、フリースクール行くと月5万とか10万とかかかっちゃうじゃないですか。つまり、国に管理される教育に、ね、甘んじていれば、教育無料なんですよ。それ嫌だと思っても、他に道はありませんというのが、今の教育制度です。僕はこれおかしいと思ってるんですね。今もう時代はね、多様化の時代じゃないんですか？ LGBT とかも認めるんでしょ？いろんな多様なね、結婚の形とかも今検討してるんでしょ？夫婦別姓とかも考えてるんでしょ？だから型にはまんなくてもいいんでしょ？今までの従来のね、こうあるべきっていう。ということは教育ももう少しフレキシブルでいいんじゃないですか？っていうことを賛成とは訴えています。だから、公立学校とか私学とか文部科学省が決めたルールの外に学校を作りやすい制度設計を作ればいいんじゃないかと考えています。まあ、いろいろやり方あるんですけど、一つ例を挙げれば、子供一人当たりに月10万円から10万円の教育クーポン券を渡してあげるってことですね。でバウチャーって言ってるんですけど、クーポン券です、わかりますけど。そしたら、現金はダメなんですね。現金を渡しちゃうと親がパチンコ行っちゃったりするんで、ね、現金は渡せません。教育とか子供のために使えるクーポン券です。GoTo チケットもそうでしょ。旅行にしか使えないでしょ。そういう目的を決めた、なんか、金銭的なものを渡してあげれば、それで教育を選べるんで、公立学校行っても払ってください、ちゃんとお金を。公立学校も本当はただじゃないんです。みんな税金かかってますから。ね、私学も助成金とかもあるけど、あれも有料でしょ。だからフリースクールも当然有料なんですよ。だから、10万あれば、どこでも選べるんで、子どもたちや保護者の皆さんが教育の場所、あり方、仕組みを選べるようにしましょうというのが参政党の教育提案です。そういった制度をやってあげれば、今全国にフリースクールって300くらいしかないですね。各都道府県で割ったら1件5くらいですか。あ、5じゃないや、もうちょっとあるね。でも10ないんですよ。人口多いとこぐらいじゃないと。だからいろんな学校が増えるようにしたいと思ってます。変な学校できるでしょうね、きっと。でも、淘汰されますからね、学校は。だから、江戸時代みたいになるんですよ。寺子屋とか私塾が地方にできるんです。で、おかしいんですよ。北は北海道、南は沖縄で同じ教育を受けてるのは。だって、東京に暮らす子たちと新潟に暮らす子たちって同じ情報でいいんですか？東京で農業とか漁業やるんですか？新潟では漁業とか農業あるでしょ？漁業も農業も後取りいるんじゃないんですか？じゃあ農業とか漁業につけるような勉強しとかないと。ちゃんと選択肢入れとかないと。でしょ。全国一律の教育って何でやったかっていうと、工場労働者とか兵隊さんを作るために明治の時にやったんですよ。富国強兵だったから。だから兵隊とか、ね、工場は全国にあったので、徴兵とか工場は全国にあったので、そういう人間が欲しかったからみんなを管理する統一の教育にしたんですよ。でも今はもう時代が全然違う。時代のニーズが違う。どうでしょう。都会で働くんだったら確かに工場労働者とかホワイトカラービジネスマンでいいかもしれないけど、新潟だったの違うでしょ。求めてる人材が農業と漁業やってくれるところ必要じゃないですかね。それだとこういう地方過疎の問題とかそういったことを一生懸命解決してくれる人材が必要じゃないですか。だからテーマが違うんですよ。教育のニーズが違うんですけど、同じような教育ばっかりしてるから合わないんですよ。だから子供たちは偏差値が高くなると、大体東京とか大阪に行って帰ってこなくなると。でしょ。こんなことしてるから地方ダメになるんですよ。地方を創生したいんだったら地域の教育を変えればいいというのが賛成との考え方です。それをやっていきたいと思ってますね。で、もう一つ言うと、だから地域の課題がある、それを自分で考えてどうすればいいかっていうのを自分で答えが出せる教育にしてもらいたいわけです。それが探究型の教育ですね。あと、地域アイデンティティとか日本人のアイデンティティを大事にしてください。皆さんは新潟県民の方ほとんどだと思いますけど、どれだけ新潟の歴史を知ってるかということですね。どれだけ新潟に愛着があるか。もっと言えば我々ほとんどがね、日本の国籍を持った日本人だと思います、ここにいらっしゃるのは。日本人ですから、日本の歴史をどれだけ知ってるかです。日本の国にどれだけの愛着があるか。
それを10歳ぐらいまでのうちに持たせておかないと、世のため、人のために働けません。だから偏差値が高くなったら都会に行って、いい給料もらえる会社に入っちゃって、今中に帰らないわけですよ。もっと言えば、東京でも働かなくなったら海外行って帰ってこなくなっちゃうわけですよ。せっかく優秀なのに、そういう人材がどん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 地方や日本から流出していったら、日本に残るのは、そうじゃない人が残っちゃいますよね。楽しいじゃないですか。優秀な人に地方をしっかりと再生してもらう。そのためには、地域の教育が大事です。地域アイデンティティがないとダメです。歴史や日本の神話、それから日本人の統合の象徴である皇室、からその地域、地域の偉人ですよね。そういったことを知っていることによって、ね、先祖が、そしておじいちゃん、おばあちゃんたちが守ってきたこの土地を、この場所を、自分たちが次の世代に守り伝えていくんだという気持ちが湧いてくるんです。これ大人になってから持てっていうのは無理ですね。だから小さいうちにきちっとやるんです。これ、戦前までは普通にやってたことですね。やらなくなったのは戦争に負けてからですよね。潰したのは GHQ でしょ。なんで GHQ が潰したか。公文書に書いてあるんですね。日本が二度とアメリカとか世界の秩序に逆らわないようにするためだそうです。今どうですか？彼らが目指した通りになってませんか？日本人逆らえませんよね。言いなりですよね。ものの見事にやられてるじゃないですか。彼らの狙い通りに。それは教育なんです。だから、参政とは教育が一番大事だというふうに言っています。あと、食と健康。これも話すものもたくさんあるんですけど、まず、これも新潟では当てはまりますよね。一次産業の方をちゃんとやりましょうです。農業とか漁業とか、まあ、林業もそうですね。ここにもっと税金使いませんか？コロナで80兆使ったんですよ。11、2兆は首都不明ですけどね。どっか行っちゃいましたけど。そんなところに80兆も込めるんだったらですね、そんな財政に余裕があるんだったら、一次産業に80兆入れたら相当変わりませんか？ね。一次産業がダメになると食べ物作れなくなります。ある大学、アメリカの大学の、ね、データでは、流通が止まって食料危機が起きると、世界で一番 国民が死ぬのは日本らしいですよ。何人ぐらい死ぬっていう推計を聞いて驚きますよ。7000万人だそうです。7000万人が食料なんで死ぬんですって。マックスね。まあ、あとデータですよ、単なる。それぐらい日本の自給率ってやばいことになってるわけですよ。日本人がもう、ね、自信持ってもこれ作れるぞって言えるのはもう米だけです。野菜も9割ぐらい作ってますけど、あ、9割ぐらいの8割ぐらい作ってますけど、種は9割以上外国産ですから。あと観光栽培で言えば、ね、農薬肥料使うでしょ、農業で。農薬肥料が入ってこなかったら農業できなくなっちゃうんですよ。だから参政党は自然栽培とかオーガニックな栽培方法を推奨してるんですね。全部そうしようって言ってませんよ。ね。この間、アベマ TV でひろゆきさんにですね、ね、そんなの全部やったら収量落ちる。それは落ちますよ、ちょっと。でも、やり方によっては収量落とさずやる方法を実践してる人もいます。ね。だから、そういういい例を参考にしながら、なるべく農薬とか肥料を使わずに農業ができたらいいじゃないですか。買わなくていいし、農薬肥料。健康だし。そして、流通が止まっても自分たちでできるでしょ、農業が。昔はそうやってやってたじゃないですか、農薬肥料を使わずに。やれるんですよ、やろうと思えば。収量は若干落ちるかもしれないけれど、でも、ね、農薬肥料が入ってこなくなって落ちるんだから、じゃあ農薬肥料にあまり頼らないように、依存しないようにしておいた方がいいんじゃないですかというのが参政党の農業に対する主張です。そして、なるべく地産地消で、少なくとも新潟県の小中学生の給食くらい、食材は全部新潟県産でいいんじゃないですか。ね、取れるでしょ、お米、魚も。野菜も作れるでしょ、新潟県十分に、ね。なんでわざわざ県外とか海外から買ってこないといけないんですか？バラエティはちょっと少なくなるかもしれませんね。レパートリーは減っちゃうかもしれない。でもいいんですよ。地元で採れたものを食べるのが一番体とか DNA に合ってるんだから。だからそういったものにちゃんと税金がかけれるような学校の給食とかに、そういう法律を作りましょうということを訴えたり、あとは食品表示法とかもザルみたいになってますね。添加物もアホみたいに使ってますね。イギリスは20数種類らしいですよ、認めてる添加物。日本は1300、1500とかありますよね。正確な数字は分かりません、多すぎて。使いすぎです。だから少なくとも、イギリスまでとは言わないけど、ね、基本的には EU の国とか、ね、アメリカ並みに
したらいいんじゃないですか。食品表示法とか化学添加、食品添加物の、ね、使用量を。そしたら生活習慣病減ると思いますよ。がんとか糖尿病とか、ね、そうやってみんなね、食べ物で病気になって、そして高い料金払って死んでいくわけでしょ。で年間40数兆50兆近いお金使ってるわけでしょ、医療費に。それ減らしても絶対いいです。そのために食と健康ってセットにしたらそういうことですね。あとはまあ医療費なんかもですね、日本は患者増やした増やした分だけ、ワクチン打ったら打った分だけお金儲かるんですね。だから打て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 、ね、手術しろ手術しろ、健康診断しろ健康診断しろって言うじゃないですか。あ、マーケティングですよあれは、ね、病人を増やすマーケティング。そうじゃないと病院とか医師が持たないから。僕も国会議員になってからいろんな医療関係のところからね来ますよ、ね、もうちょっと医師とか看護師を増やしましょう、増やしてくださいとか、もうちょっと医療費を充実してくださいとか、ね、保険の負担率を上げるとか言ってのやめてくださいとかですね。もうみんなエゴですね、エゴ、業界のエゴ、はい、そんなの聞いてるから政治が歪むんですよ。僕は一切受け付けません。全部ゴミ箱じゃなくて会員会主義っぽいです、はい、そんなこと言ってる場合じゃねえと。必要なのは病人を減らすことです。医療費を減らすことです。そしたら看護師とかお医者さんも減りますから。そしたらどうなんですか。医療費かからずにみんな元気になるんですよ。健康寿命伸びるんですよ。国民が求めてるのはそういうことじゃないんですか。でもそういう当たり前のことじゃない方向に政治が進んでる、ね、こんなこと言うと医療利権の人に、ね、命を狙われるかもしれないけれども、しょうがないですよ本当のことだから。だからぜひね、今日学生の方も聞いてくれてるから、世の中間違ってることいっぱいあるねって気づいておいてください、ね、先生も政治家もなんか偉そうな顔してるけど、この世の中の間違ってることを全然正していない。大人で偉そうに言うんだったら世の中の矛盾を正してください。そして自分たちに明るい希望のある未来をちゃんと残していってください。そういうプラットフォームを作ってくださいって学生が言った方がいいと思います。学生の方が心が綺麗だしまっすぐだから。大人になるといろんな利権に絡め取られて、いろんな仕組みの中に入れられて物言えなくなっちゃうんですね。そういうのが自由に言えるのが学生の特権です。僕なんかもう生涯学生みたいなもんですよ。何にも所属しないからね、自分で作っちゃうから全部。だからみんなも学生の皆さんもね、自分で言いたいこと言いたかったら自分で全部作るんです、自分のプラットフォームを。そうすればいくつになっても今の学生と同じように自分の好きなことを勉強し、自分が正しいと思うことを言えますから。そういったことをですね、まあ、食と健康の分野でやっていきたいと考えているのが男性との政策です。で、あともう一つ、国の守りっていうのもありますね。よく国の守りイコール国防だと。で、国防って書いてないのは、国防ってすぐ軍隊とか核兵器とかの話になるからですね。で、僕は何も軍隊とか核兵器はいりませんとは言っていません、はい、ね、それはない方がいいですよ。で、それは理想を言えば人間同士が殺し合うなんて最悪のことなんだから、ない方がいい。でもまだ残念ながら世界のレベルはそこまで高くないですね。話し合いで決めましょうってならないんですよ、ね、今でもロシア、ウクライナもそうですけど、世界中でそういった争い事やってるじゃないですか。で、持ってないと脅されてカツアゲされるんですよね。だからカツアゲされないためにはこっちも何らかの対抗策を持っておかないといけない。悲しいけどそういう世界です。人間レベルがそんなに高くない。理想はそういう武器とか争いのない世界、みんなが話し合いで決めて、ね、共存共栄できる社会を目指したいですよね。理想です。でも現実はそうなってない。ただじゃあ強い武器持ってればそれで国守れるんですかって、そんなことない。明日日本が核兵器を持ったって、今のルールでいけばそのボタンを持つのは岸田総理です。どうでしょう、岸田総理が持ってる核はそんなに有効ですか。皆さん笑いますけど僕も笑いますでしょ。だからね、僕は原子力潜水艦とかをですね、日本の海の周りに全部浮かべとけばいいんじゃない、20世紀から浮かべとけばいいんじゃないかぐらいに極論を持ってるわけですよ、はい、なぜなら基地作ったってそこが分かってたらそこ爆撃されても終わりだからです。原子力潜水艦だったら分かんないでしょ。で、潜水艦は日本世界に勝ったら技術を持ってるから、日本の優位性を生かして、ね、核がどこにあるか分かんないというふうにするんだったら原子力潜水艦、しかも20機ぐらいあればですね、20隻ぐらいあればですよ、一隻や二隻潰したってダメでしょ。まさにあのアニメのですね、沈黙の艦隊ですよ。それをガチでやったらどうだというぐらいに思ってる、かなりその点ではマッチョな考えを持ってますが、
それに行く前にもっとやるべきことがあるんでしょっていうのが賛成と思います。まず一番最初に情報です。我々は国産の SNS をほとんど持ってません。昔ミクシーとかやりましたけど、もうあんまり使わないですよね。だから Facebook にしても YouTube にしても Twitter にしても LINE にしても全部海外のものです。あそこで我々情報交換してるけど、ね、あのその気になれば全部情報抜けるでしょ。国民の、ね、消費行動とか全部チェックできるじゃないですか。もうビッグデータ取られまくりですよ。で、買い物 Amazon でしょ。僕も使っちゃうけど、ね、もう全部分かってるんですよ、日本人の、ね、思考が。それだったら、ね、ダメだし、もう秘密のやり取りもできないですよね。あとスパイ防止法とかもないんですよ、ね、だから外国人がやってきて日本の、ね、情報なんていくらでも抜けます。だから放送法とかもちゃんと守られてないから、公正中立な報道されてませんから、情報コントロールされたら政治なんていくらでもメディアでコントロールできるじゃないですか。だから日本人はまず一番最初にやる国守りは、情報を取られないようにして自分たちで正しい情報をしっかりと取りに行くっていうことです。これができてないのに戦いなんかできません。そうでしょ。戦国武将だっていきなり戦争始めないでしょ。まず最初は相手の情報を取りに行って、ね、敵のスパイが入り込んできたらやっつけるでしょ。忍者とか、忍者と戦ってる時代記あるじゃないですか。忍者っていうのは、ね、情報を取りに行く人ですよね。だからそういうところから国を守るんです。だからそうですね、これは書いてないんですけど、オーストラリアみたいに国会議員もですね、おじいちゃんの代、2代遡って日本人じゃなきゃ国会議員になれないとか、そういうルールした方がいいと思いますよ。賛成党はそういうふうにしています。で、特に国会議員の時はチェックしましたね。おじいちゃんの代から日本人ですか。そうじゃないと、いきなり昨日まで外国人だった人が日本国籍取りました、国会議員になります、でも実は外国のね、諜報機関に所属していましたみたいになったら、もう筒抜けでしょ。国会議員かなり国の情報取れますからね。僕も なってびっくりしましたよ。いろんな情報がいくらでも手に入るから。読めばだって役に来ますからね。で、国会図書館に行けばいろんな資料作ってくれますからね。何でも取れますよ。そういったことを敵に取られないようにする。で、そうやって情報を守ったら次は経済ですね。経済で、さっきも言いましたけど、一次産業とか地方経済って誰が支えてるかって言ったら、公務員とか一次産業やってる人が支えてますよ。だって大きな企業あんまりないでしょ、地方に。で、なるとそういう一次産業があってね、あと公務員、ね、無駄を削るとかってね、大阪のどっかの政党は言ってますけど、無駄を削った結果、どんどんデフレになってですね、日本人が貧乏になっちゃったって話でしょ。あんた方のやってたことが全部無駄だったんじゃないかって言いたいですよ。日本政府が日本人にお金配ったっていいんですよ。まだ日本人が使うから。それが今、日本人が払ったお金が全部外国とかに逃げていくから、だから日本の中でお金が回んなくて、ね、80兆使ったのに全然経済効果なかったじゃないですか。そうでしょ。普通80兆も追加で予算を組んだらですね、ちょっと歓迎されるんですよ。それがなってないというのが今の状況です。だからそういうものがちゃんと回るような内需の経済を作る。それから外から来た資本に国とか、あ、国じゃない、土地とか企業を買わせないということですね。だからあと外国人も過度にたくさん受けちゃダメです。別にこれ排外主義でも何でもなくて、ヨーロッパとかアメリカとか、ね、不法移民とかいっぱい入ってきて大変なことになってるから、日本でその二の舞にしちゃいけませんよっていう警告してるわけですよ。それから外国人がたくさん入ってきて地方の参政権とか取りに行きますから、そしたら地方議員とか外国人になってるんですよ。そして地方議員が増えたら、そこから県会議員ができて、そこから国会議員が誕生してるわけじゃないですか。そうやって気がつけば、中国系日本人の国会議員とか、ね、韓国系日本人の国会議員っていうのがどんどん増えていくわけですよ。そしたら彼らはもっともっと国を開こうって言いますよね。自分たちを同胞呼び込んだら自分たちの力が高まるから。そしたらこれからただでもお金もなくなって人口が減ってる日本人の影響力は日本国内においてですよ、日本国内において日本民族の影響力が落ちてくるんだから。そんな状況をほっといて核兵器持って日本守れるんですかって話ですよね。だからそういう国守りの根幹をみんなでちゃんと考えようと言っているのが賛成党だということで理解してください。だから我々はこれ選挙の時からずっと言ってますけど、そうやった外国の資本とか企業をどんどん入れていきましょうと、経済的に今目先のお金が回ればいいんですよって言ってるのが維新とか、ね、最近の自民党ですよ。自民党昔はそうじゃなかった。そう、真逆に事故を立てるのが賛成党です。
なぜか、そういう動画一個もないからです。参政党だけですよ、こんなこと言ってんの。わかりやすければ、彼らはもうグローバル推進派。我々は反グローバリズムです。日本では我々参政党しかありませんが、ヨーロッパとかアメリカに行けば、そんな政治家はいっぱいいます。むしろそういう勢力の方が今増えていってますね、比率で言うと。日本では一人しかいないわけです。世界を見ましょう。ということが参政党が求めていることですね。で、今の話を、じゃあ地方議会を落とすと何ができるんですか？いきなりほら地方議会で教育クーポンとか言ってもいまいちね、予算感合わないので、じゃあさっき言った歴史教育、子供たちちゃんとやってください。少なくとも燕市、新潟県の地域の教育をしっかりと副読本とか作ってやってください。できます。だからと政治のことをちゃんと子供たちに教えてあげてください。18歳になったら投票権があるんです。ね、でも18歳の子たちは政治のこと何も知りません。なぜか学校の先生も親も政治のこと知らないからです。なぜか政治と宗教には関わるなんて言ってるからです。だから安本単な有権者しか生まれないわけですよ。そうですね、誰も教えないんだから、誰も考えないしディベートもしないんだから、関わるなって言ってて選挙の時だけ選挙行けっていうのが変な国なんですよ。で、選挙行って投票率上げたかったら普段から政治の話しとけばいいんですよ。みんなで普段から家族とか職場とか居酒屋でみんなでこれから日本どうすればいいんだねと、なんでこんなに俺たちの地球を下がるのかねと、あれ税制度の問題があるよねと、いや政治家のああいう行動に問題があるねと、グローバル化してるからじゃないかとかですね、そういう話が普通にみんなでできるのがレベルの高い有権者ですよね。そして自分はこうこうこういう理由で賛成と応援します、こういう理由で自民と応援しますと、そういうふうにちゃんと自分の主義主張を言えるのがレベルの高い有権者です。別にいいんです、それで喧嘩しなくても。よくね、お前そんなこと言うんだったらもう付き合わないとかですね、そんなこと言ったら仕事回さないとかですね、子供みたいなこと言うでしょ日本人。特に地方でね、自民党応援しないともう仕事もらえないとかまあまああるんですよ、いまだに。そんなの犯罪ですよね、もうギリギリですよ、ギリほぼ犯罪ですよ、そんなことで仕事干してたら。でもそんな全近代的なことを日本中でやってるわけですよ、いまだに。アホみたいでしょ。高校生、中学生かな、今日いると思います。大人はそんなことやってますよ。それはあんまり政治に近づきたくないですよね。そういうのを地方の教育から変えていってください。間違ってるよということを、ね、そして、食と健康で言えば、今子供たちを、ね、打とうとしてますね。今まで止めてたのにね、僕らも頑張って言ってたけど、5歳から11歳の接種がなし崩し的に始まり、もう今月から半年、4歳までの子にも打つんでしょ。一番子供に来たけらしいですね、お隣の。でも子供の陽性者が一番多いのは秋田県らしいですね。なぜか免疫が不全になるからです。それはこの間参政党も一緒に関わってね、やった議連の公開討論会でやりましたから、ぜひ見てください。あの、僕のツイッターとか参政党のホームページもリンク貼ってあるから、見てください。そういう東京理科大とか大阪一大とかですね、名古屋大学の先生たちがちゃんと理の整然と理由説明してくれてますから。そんな常識ないでしょ、テレビ見てたら。あ、免疫落ちるって、ね、これまた YouTube で流したらですね、バンされちゃうんですけど、情報統制がされてるので、ごめんなさいね、YouTuber の方、うまく編集してください。でも、いいんですよ。どうしても私、っていう人には、もう打たせてあげるしかないです。大人はね。でも子供は親が判断するしかないから、子供に関しては自由にって言えないんですよ。だから、我々が言ってるのは、どうしても打ちたいにしても、半年待ってほしいんですよ。子供の接種。もうあと半年ぐらい待ってたら、もっとデータが出るから。大人でね。子供はだって出ない。他の国打ってないから。子供で、あれ人間でまだ臨床試験してませんからね。ネズミ8匹でしかしてませんからね。そんなもの打つんですか、子供たちに、将来。ね。そういうことです。そういうことをちゃんと議会で言ってください。国が言うからって言って、多分燕市の議会も、僕詳しいことは知らないけど、スルーで通してますよ。満場一致で。情報ないんです。地方議員も知らない。だから医者も知らないから。ちゃんと勉強しないんで。ので、そういうことをちゃんと議会で言っていく。それからさっき言った食で学校給食改善する。で、地域の守りは、日本の地方の一番の課題は人口減少です。人口を減らすなとは言いません。もう女性が少ないからね。適齢期の女性が少ないから減るんだけど、減るスピードをちょっとでも緩やかにしましょう。
それには子育て支援とか抽象的に言わずに女性支援、お母さん支援をしてください。お母さんね、お母さんが将来希望を持ってて安心できてれば子供増えますから。そしてもうシングルマザーの方でもね、もっと安心して暮らせるようなそういう行政にしてください。そういったことをやるのが地域を守り、国を守ることになります。で、あと経済、それから外国人を入れていかないと。過度にね、外国人を追い出せとは言いませんよ。そんなことは僕は全く思ってない。外国人にも住んでもらえばいい、来てもらえばいい。ただ、数が多すぎると問題になるから、そこはきちっと制約かけて、であと生活保護とか外国人にあげなくていいです。お金がなくなったらどうぞ。もう航空券代ぐらい出してもいいですから、お帰りくださいって言うのです。そうでしょ。お金がなかったら自分の国に帰ってくださいと。いうことですね。で、もう時間になりましたので最後これで終わりますけど、地産政党地方議員が誕生すると地方政治を活用できるようになります。皆さん、つばめ市議会の使い方知らないでしょ。どうやれば市議会を上手に活用できるか、そういうことを稲村さんに僕たちが伝えますので、上手に使ってください。稲村さん含めてね、行政を使えばいいんです。もっと皆さんの税金で動いてるんだから、それの使い方を知らないので、それを教えていきたいと思います。それから、こうやって議員がどんどん情報を集めてきて皆さんに提供する。そして皆さんが考えて行動していく。これまさに新しい政治の仕組みですよ。今まで日本になかった。それを燕市でまずモデルケース作ってください。もっと言えば新潟県で作ってください。そういうことを、これから稲村さんは先頭に立ってやってもらわないといけない。議員だから。参政党の代々の T シャツ着た人たちみんなボランティアだから、ボランティアの人に四六時中やってくれって言えないんですけど、議員さんには頑張ってもらいましょう。まあ、稲村さんね、スイーツのお店もやられてるし、小分けカフェやってる、その仕事も大事。けど、他の人よりちゃんと時間使って活動してもらいます。だって、そのために議員になるんだからです。そんなことやってる議員いないでしょ？何のために町議員やってるんですか？今日もいらっしゃるかもしれないけど、どうしたら。でも、議員の仕事っていうのは、みんながやれないことを、みんながわからないことを、ね、勉強してみんながやれないことを一生懸命やるんです。そのために議員のバッジもらうんだから。僕もやってるんですよ、こう見えて。月に家帰るの1回だけですからね、今。僕の子供4歳と0歳ですよ。で、遊びたいし、のんびりもしたいです。けど、議員になっちゃったから、やるしかないんですよ。みんなの期待を背負って責任があるんで。議員になるっていうのはそういうことなんです。だから、皆さんね、稲村さんに絶対1票入れてもらいたいけど、でも、入れてやるなんて思っちゃダメですよ。お願いするねですよ。俺たちもやるから、俺たちのね、何倍もあんた責任背負ってやってくれてありがとう。頼むよっていう気持ちで一票投じてくださいね。そして、議員になったら、お前議員になったらちゃんとやれよっていう、圧迫かけるのもいいけど、でも、リスク取って、みんなのためにやってくれてありがとうという気持ちも忘れないでくださいね。そういう気持ちが議員を支えるし、そういう気持ちがいい議員を作るんです。俺ら入れてやってんだから俺たちに何か利権持ってこいよみたいな、そんな腐った国民がダメな政治家を作ってるんですよ。政治家が腐ってるのは国民が腐ってるからです。それをね、放置してる人たちも同罪です。だから政治がおかしくなってるんだから、こんなに一回みんなで考えてきちっと新しい形を作りましょう。そしてそういう声で届かないものがあったら、あ、国に届けたい声があったら賛成と国会議員の僕に言ってください。今僕一人だから。質問収書っていうのをまとめてちゃんと政府に矛盾を問うていこうというふうに思っています。賛成党は最後まとめですね。チームを作ってみんなで行動します。そして来るべき危機をちゃんと乗り越えて新しい日本のモデルを作る、世界の新しい社会のモデルを作ると思っています。ここに行くのに何年かかりますか？数十年かかります。でも危機は数年でやってきます。いいですか？これからはチームのコミュニティを作って危機を乗り越えるステージですよ。乗り越えた先にこれがありますから、ね、これをなしにもうこれじゃなりません。ツケがいっぱい溜まってるから。でもしょうがない、みんなでサボってきたツケだからみんなで払いましょう。ただそのツケを子供や孫には僕は残したくない。我々の代でできるだけ終わらせたい。それには今我々が汗かくしかないんです。そのために参政党があるし、そのために稲村さんが今回選挙に出てる。そして絶対通ってもらってね、皆さんの街でモデルを作ってください。政治の主人公は稲村さんでも僕でもありません。日本の政治はみんなでやる。皆さんが主人公だと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございました。神谷議員、ありがとうございました。皆様、今一度大きな拍手をお願いいたします。